はい、エルカチャンネルのショウです。キリトです。あ、どうも、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。年明けで初めてですね、はい、2022年一発目の今回の動画なんですけど、うん、丸にドッキリを仕掛けようかと思いましてやってきました。で、今ここが熊本城にやってきてます。他のお客さんも結構いるんで、邪魔にならない程度でキリトに突撃してもらおうと思います。はい、はい、偉い帰りつよ。なんだ、何言ってんだ。やられたやり返すよ。あー、なるほど。それではレッツゴー、エルカチャンネル。なんすか。もうおじいちゃんには耐えられない。お、出てきましたよ。え、学生らか。本当ね、修学旅行かな。パチ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 。あずちゃんもいも、この胸に我ら熊本城おもてなし武将隊。はっ。エルちゃん、どうでした、武将隊のステージは。よかったよ。よかったっすか。じゃあ今からお城中に入ってみましょう。どうだったっすか。うん、疲れた。疲れたじゃないよ、それ感想じゃないよ。もっとなんかあったでしょ。まさか行きはエスカレーター、帰りは階段。なんすかそれ。どういうことよ。帰りエスカレーターの方が良かったなと。本当ただ疲れたって話ですか。疲れた。さあ行くぞ。え、あれ？いねえ。む、むね。エルちゃん。これね、俺が先に見つけないと意味がないんだよね。そうですね、こっちが先手で行かないとですね。いざ、参る。お乗りになりますけど。あ、じゃあ知り合いにここで働いてる方がいるんで、一枚でいいですか。その方にちょっと巻いていく。こちらですね、今日の日付を入れております。あ、なるほど。はい、お買い求めてよろしいですか。ごめんなさい。どうしたんですか。普通に対応されたからさ。こういうことなんすよ。筒抜けだったんだ。ごめんね、また逆にしちゃった。だってそっちの方が面白いもん。協力してもらいました。陽気に入ってきてもらったり言ってた。逐一連絡はしてました。明けましておめでとうございます。あ、そうですか。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。あとは進めとしては、招待3つ目見てきたでしょ。制限ガチャなんで。今年の運試しにこんな感じで入ってるので。店員さん、これランダムっすか。ランダムです。3、4、5、6、7、8、9、10、プラスシークレットで11枚で、今ここに11個あったとして、はい、11個買って全部コンプリートじゃないっすね。じゃないと。これ沼だぜ、沼。それはガチャですからね。1個買います、俺が。誰が出るか目当てはやっぱりお姫様。そうそう、ちょっと中のカードが見たいからさ。
意外にテープが買った借りるわ。もう武将隊を移すよ。ダメだろそっちは。こんにちは。レインボー。あれ？レインボーが出たよ。これレアです。シークレットです。あ、仕込みなしだからね。冗談抜きで俺も適当に引いただけだからね。後で転売しようぜ。いくらか。とりあえず1000円から出すといいんじゃない。エルちゃん。何何？今のどういうため息？これはどうしたの？あの何がですか？ドッキリを仕返すところか仕返しされた？いやいやいや、またやられたってやつですね。たださっきも言いましたけど、うん、キリとはやるよりやられた方が面白い。間違いなく。そっちだと思うよ。あ、だってさ、俺が仕掛ける方だからさ。意気揚々って言ったの。だから見てて面白かったんだよ。決して悪意があってやったわけじゃないんで、間違いなく取れ高がそっちの方が強かったんで。まあね、皆さんの上回数で判断しましょうかね。そうそうそう。